最後に母ちゃんと話をしたのは、木枯らし吹き荒れる2月半ばの寒い夜、小さな母ちゃんがひき割れた手で背中丸め、寒い中俺に避け込んできてくれた、そんな優しい母ちゃんが風をひくなど寝る前に湯たんぽを入れてくれた。口を閉じて冷たくなったのは、こんな雪ちらつく夜明け前だった。いつも母ちゃんは素顔のままだった。最後の夜は俺の手で薄化粧をさせてくれ、いつも母ちゃんに苦労をかけてきた。最後に紅をつけたとき、優しい笑みを浮かべてた。明日には話すから聞いてくれ。いつかお手本天国へ行ったなら、親子のんびり